はい、はい、今日も楽しくリアタイやっていきたいと思います。よろしくお願いします。先日ですね、私巨人純正でやっと初めて、名人ランクに到達いたしました。ありがとうございます。いやー、振り返ってみると、まあ、ちょうど純正やり始めたのが去年の、どうだろう、1年ちょっとぐらい経つのかな、なりますけども、まあここまで来るのはちょっと長かったかなと思いますね。まあ、どうしても、バッティングがまだまだ、打率もね3割台だったんで、なかなか難しいところありましたけども、今はやっとね4割5分近くまで上がってきて、結構調子もね良かったり悪かったりを繰り返しているので、3割5分から4割5分の間を行ったり来たりなんですけども、まあ、そんな中ね着実にコツコツと、勝って、選手もちょっとずつ補強していって、やっと名人ランクに到達いたしました。いやー長かった。でもね、名人に到達して思ったんですけども、やっぱね旧姓とかそれ以上言ってる人たちって、それほどやっぱ何百試合とねやり込んでるわけですし、何回もね負けずに勝ってるってことだと思うんで、やっぱりすごい、そのランクに行ってる人たちはもうすごいんだなって改めて身にしみて感じますね。自分もまだまだ頑張んないといけないなと。まあ、たまにね純正は難しい、12球団にはなかなか勝てないなんていうのも目にしますけども、自分はね純正だからこそ、純正でね次は旧正ランクまでいければいいなと思って、頑張ってやっていきたいななんて思ってますね。はい、あとはやっぱり普段ね、ルーム戦でやってくれる、遊びに来てくれる皆さんのおかげでももちろんありますんで、本当にありがとうございます。いやー、まあ、正直ね、でもちょっとね長かったな長かったな、プロスピは本当に奥が深いですね。本当に打たれ出すと止まらないし、逆にね自分も打つとめっちゃ乗るし、本当にメンタルゲーだなーって改めて思いますね。ということで、3アウトになりましたので、今日はこの辺で、ありがとうございました。